<Merci> はいこんばんは KTC 放送局の店長ですう完璧だ見晴れ防止グッズ完璧すぎるだろう <iken> はいというわけでですね今日はですねまちょっとタトゥーの話しましたい えーっとですねあのー、コメント欄にあのー、なんかちょいちょいあるんですけど最近ねすごいファッションタトゥー増えたよねみたいなコメントがすごい多いんですよファッションタトゥー増えたよねみたいなうんコメントが多くてですねでえーまあなんか入れ墨なんて片着が入れるもんじゃないとかねうんあのかファッションタトゥー ダセよとかね昔はね、そんなあのファッション感覚で入れてるやつなんてほとんどいなかった。ね、まあ、その、そういう職業の人とかね、アウトの人が入れるのがね、入れみだったとかね、いうコメントが結構多くて、はい。うん。実際にそうなのかなと。えー、実際ちょっと、ね。はい。で、僕はね、実はそう思ってなくて、 うんあのー、最近ファッションタトゥーが増えたとかそういうふうには思ってなくて、あのー、昔からねあの、いたと思うんですよ。もともとファッションタトゥーを入れてる人。ファッションタトゥーって言い方自体が僕気に来ないんですけど、あんまし。うん、<laughs> タトゥーにファッションもクソもねえし、うーんね、と思ってるんで、あのー、まあ、ファッションタトゥーっていうか、まあ多分その人たちが言ってるファッションタトゥーっていうのは、 まヤクザさんとかね、そういう方が入れてるね、あの、本当にガッツリした和彫りとか、そういうの以外のことをファッションタトゥーって呼んでるんでしょうけども、うん。まあ、タトゥーにもいろんなね、ジャンルがあって、えー、まあ、民族とかのね、あのそういう宗教的なタトゥーとかね、いろんなそういうのとか、まあ、ヤクザさんが入れるね、あのー、タトゥーとかね。まあ、本当にファッション感覚で普通に、うん、いろいろワンポイントで入れね、僕みたいなこういうね、えー、まあ、ファッションタトゥーっていうんですか、はい。 いろいろありますけれども、うんあのー、昔からねいたはずなんですよその、うん、日本にもファッションタトゥー入れてる人っていっぱいいたと思うんですね、うん、でもまあコメント欄とかではやっぱ最近増えたよねと2000年代後半ぐらいから増えたよねっていう方がいるんですね結構、うん、実際そうなのかなどうなのかなってうんと思いません本当にそうなのと でもなんかそんな風な感じしますよね。ネットとかそういうの見てるとね、なんとなく。でもね、違うと思うんですよ、実際は俺は、うん。昔からね、全然いたと思うんですよ。その、ファッションタトゥーと呼ばれる、あの、ワンポイントだったりとか、そういう、なんか、ロックな感じだったりとかね。あの、まあ、その和彫り以外の、うん。 入れ,入れてるる人はは日本にねね昔は結構いいたと思うんです、ね、で実際いるんでですす実際僕の知り合いっていうかやっぱそのいろいろねイベント関係で知り合った人とかまあ、スタジオであったり人たちとかねいろいろねあの普通の友人だ知り合いだ405060歳ぐらいのまあ中高年の方々で、えー、いっぱいレズミ入れてる知り合いいっぱいいるんですけどあのみんなじゃあ和彫りかって言ったらいや全然そんなことなくてほんと半々ぐらいですよ。うん もちろん和堀系のねそういうお祭りのね人たちとかそういうやっぱりこういう職業の人とかとえっと集まればやっぱそういう人たちが多いですけどえっと全然あのー、普通の人たちとあのー、ね関わるといっぱいいますよ本当にファッションタトゥーっていうかその音楽系のタトゥーとかうんあのー、昔のねなんかいろいろ 有名人の顔を入れたりとかね、うん、いっぱいいますよそういう人本当に。でいっぱいいる本当にもう半分ぐらいはそういう人。もう俺が知ってるその中高年の人で、ね。た、うん、だがまあ関わる人たちの層にも多分よると思うんですね。で、うん、もう一部のねそういうやっぱり、まあ、ヤクザさんだったりとかそういうお祭りの人だったちとかねいろいろそういう本当にもういなせな方々、うん、粋な方々なね,ね昔言う。 そういう人たちとね関わってればやっぱりそういう和彫りの人が多いんでああやっぱ日本人は昔は和彫りが多かったんだなっていう風に思うかもしれないんですけどあのー、いろんな方向とね知り合うとねいや、そんなことなかったんだなっていう風にね実際思うんですようんいっぱいいます本当にいろんなロックなタトゥーからねアメリカントラディショナルトライバルうんいっぱいいますよ本当に405060歳のうん 男性も女性も。うん。全然いっぱいいます、本当に。で、なんでじゃあ最近そういうのが増え始めたよねっていう風に思うのかというと、イメージなんですよね。間違いなく。うん。で、そのイメージじゃどっから来るのっていうのは、やっぱりその、インターネットがすごい爆発的に普及して、最近。で、なんだろうな。 もともとって、あの、僕ら子供の時って、もう僕30歳ぐらいなんですけど今、あの、小学校とか中学校の時って、インターネットって、普通の人ってなかなか触れる機会なかったじゃないですか。それこそ俺だってインターネットやろうと思ったら漫画喫茶とかね、行ってやんないと、ないレベルだったから、あの、今みたいにスマートフォンとかさ、家にこうパソコンがあったりとかさ、するのってなかなかないから昔って。外の世界のことを、 あんまり知るね、機会がなかったんですよ。テレビぐらいしか。テレビやラジオ、ね。雑誌、新聞。それぐらいしかなかったんですよ。うん。で、今ってすごいライトにつながれるじゃないですか。いろんな世界と。ね。自分が生活する、してる、今、範囲から、ね。全然関係ない方向に、あのー、知ろうと思ったら知れる道があるじゃないですか。昔はそれがなかったから。 知れなかったんですよね。例えば、じゃあ、その、ヤクザ系の方っていうか、ワゴリ系の方としか知り合いなかったら、その人たちの入れ墨しか知らないわけでしょ実際。うん。だから他の人たちと知り合い、知り合いなかったっていうか、繋がってなかったから、わからないわけじゃないですか。結局、その世界のことしか。うん。自分の生活してる周りのね、本当に自分の関わってる、えー、範囲の人たち、 しかかかか関われななっったというかそういうううそ世界しか知る方法がなかったんですよ手段がでも今は違くてまあ俺みたいな真面目なね本当にオタクみたいなやつがそういう悪いね悪いっていうかアウトローな方々としてもつながれますし、ね、もっとあのコアなね本当にアニメのオタクとかゲームオタクとかもう俺超ゲームオタクなんだけどそういう方たともつながれるしね すごいエリートの人とかとも繋がれるし、そういう世界を覗くこともパソコンとかね、YouTube とかのおかげでできるわけですよね。今は。だからね、知る機会が増えたんですよ。もう爆発的に増えた。自分が見ることのできる世界が増えたんですよ。気軽にね。うん。大人の子供も,も、大人も子供も,も噛んだ。<laughs> うん。それがいいか悪いかっていうのはちょっとまた難しいんですけど、一長一短なんでね。うん。で、それのね、俺はおかげだと思うんですよね。 うん、で、やっぱそういう機会が増えて、そっからだと思うんですよね。うん、ファッションタトゥー増えたねとかさ。うん、欧米の影響を受けてるよねっていうね、うん。昔からいたけど、それが2000年代後半ぐらいから知ることができるようになった。うん、その年代が俺2000年代後半なんじゃないかなっていう僕の考えだと思うんですよね。昔からいたんだけど、それに昔は気がつけなかっただけで、今は知れるっていうか気がつけるね、きっかけがいっぱいあるから。 ほんで、なんか最近増えたねっていう風に思える、うん、思う、じゃないかなっていう風に思うんですよね。うん。何をそんな熱くなって語ってるのかというと、なんかね、その、昔と今はね、すごい比べる風潮って僕あんまり好きじゃなくて、風潮っていうかよくあるじゃないですか、昔はこうだったよ。ね、俺が若い時はこうだったよ。ああだったよっていうね。うん。か確かにそういう話がね、あの、 何て言うかな。全然当てはまることもあるんですけど。うん。全然当てはまらないことでも昔はこうだったよね。昔は平和だったよね、とかね。うん。いやそんなことないでって。最近の事件さ、もうほんと残酷だよね。昔はそんなあんなイカれた事件起こらなかったのにね、とかね、言ってる人いるんだけど。いやいや、それあんた知らなかっただけでしょ、っていう。うん。 ね、今はいろんなニュースにね、あのー、触れ合えるとか知れる機会が多いけど、昔はそういうニュースが知れなかったから、テレビ以外じゃ。うん、だからだと俺は思うんですけどね、情報の差じゃないですかね。昔から多分悪い人はいるし、昔からおかしい人はいるし、昔から凶悪な事件は起きてますよ、絶対に。今もね、昔もね、結局変わらないですよ。うん、昔も今もね、同じ。本当に、うん。ただそれは言いたかっただけですよね、結論的には。うん ファッションタトゥーどうこうとうかそういうんじゃなくてねもうあの昔も今もね変わらないんですよ結局人間自体が変わってないからうん、変わったのはその知るきっかけが増えたっていうか知れる手段が増えたことだと思います、うん、知らなくていいこともね知,っちゃ知れちゃう時代なんであのー、病むきっかけも増えたんでしょうけどね昔見たくね自分の周りだけでねあのー、ほのぼろと生活できるっていうかしていけるっていう時代じゃもうないんでねうん 本当に余計な人たちとつながっちゃったりとかね余計な情報を知っちゃったりとかしてねあ精神的に疲れたりとかね病んだりするきっかけが増えたんじゃないかなとは思いますけどまあ、うん、俺その違いだと思いますよだから、うん、昔からねファッション例えばね筒にいっぱいいますしね、うんはあまあ、まあまあ昔に比べたらねライトに入れてる時代なのかもしれないですけどねそういう世界を知るきっかけが増えたから、うん、ああ結構入れてる人いるんだああ 全然一般の人も入れてる人いるんだ。普通なんだっていうか、じゃあ、あ、そうなんだっていうね。昔はね、そんな入れ墨なんてあんなヤクザマンが入れるやつだとかね、犯罪者が入れるやつだよっていう風に、親とかね、いろんな人にね、嫌というほど予算を言わされたと思う、言わされたとか聞かされたと思うんですけど、まあ今もそうだけどね。 えー、そうなんだ、そうなんだって、狭い世界で生きてると思っちゃうんですけど、今はいろんな世界に繋がるから、えいや、普通に入れてる人いいんじゃんみたいな。海外のサッカー選手みんなめっちゃ入れてんじゃんみたいなね。<laughs> 知れちゃうから、うん。それはきっかけでね、入れる人も増えたりして、まあまあま、あ昔かそういう意味では、まあ、増えたのかもしれないですけどね。うん、はい。というわけで、まあ今も昔も変わんないよっていうことがね、また言いたかっただけです。はい。うーん